マスジド・ハラーム、マスジド・ハラームはアラビア半島西部のヒジャーズ地方の町、メッカにあるイスラーム教のモスクである。マスジド・ハラームはアラビア語で聖なるモスクを意味する。メッカの大モスク、メッカの聖モスクなどとも呼ばれる。マスジド・ハラームの中庭にはカーバと呼ばれる建物があり、マスジド・ハラームはカーバ聖殿を取り囲む形で成立している。 マスジド・ハラームは、イスラーム教徒がなすべき五行のうち、礼拝、サラーと巡礼、八の二行において、特別な存在である。日々の礼拝は、カーバの方向、キブラを向いて行われているが、マスジド・ハラームはカーバを取り囲んで成立しているため、キブラがなく、キブラを示すモスクのくぼみ、ミフラーブもない。また、一生のうち少なくとも一度は観光するべきとされる、巡礼の際、 信徒は、マスジド・ハラームの中庭にあるカーバを周回しながら、礼拝する。マスジド・ハラームの中には、カーバ正殿の他にも、黒い、ザムザム、アブラハムのオタチサファーとマルワといった、信仰上重要なものが含まれている。マスジド・ハラームのそばには近年、アブラージュルベートという巨大な、世界で4番目の高さビルが建ったが、建設の際はーが破壊されたため、 サウジアラビア政府の行為には批判もある。マスジドハラームは、ハッ大巡礼とウムラ、小巡礼において、重要な役割を果たす。ハジは、ヒジュラ歴における巡礼月に行うメッカ巡礼で、健康なムスリム・ムスリマならば、一生に一度は実行するべきものとして、信仰の五柱の一つに挙げられている、スンナ派の場合、2015年のサウジ政府の統計では最近は、 毎年500万人以上が、恥に参加している。恥における儀式は7世紀の預言者ムハンマドが、その一生のうちになした、信仰実践、特に別離の順礼に由来するが、ムスリムには7世紀から数千年遡った預言者、イブラーヒーム、アブラハムの自責に由来すると考えられている。例えば、7世紀アラブの伝承では、イブラーヒームの妻、ハジャル、 ハガルがイスマーイール、イシュマイルのために水を探してサファーとマルワの間をぐるる回ったとされており、ムハンマドも別離の巡礼でこの故事に由来する行動をしたと伝えられている。現代のムスリムもムハンマドを模倣してサファーとマルワの間に設けられた通路を巡回する。アラビア語でカーバとは立方体を意味する一般名詞である。マスジドハラームの中心には 定官詞がついた、立方体、ある、イコールカーバと呼ばれる正殿がある、以下、カーバとこ。イスラーム百科事典によると、カーバは、イスラーム教における最も神聖なものの一つである。全世界のムスリムは、信仰の五柱の一つ、礼拝、サラートを実践する際、カーバの方向を向いて行うべき、とされている。このカーバの方向をキブラという。恥や、ウムラの際。 巡礼者はカーバの周りを半時計回りに七回回ることとされており、この儀式をという。アラビア語で黒い石を意味するハジャルルアスワドと呼ばれる神聖な石がカーバ聖殿の東角に据えられている。があった年の五年前、西暦六百五年、ムハンマドが黒石をカーバの壁に埋め込んだとされている。この時は無傷の状態であったが、後に割れて、 割れた理由は、諸説ある、銀枠の中に収められた状態になって、現代に至る。ハディースに伝えられる預言者の所作を模倣して、多数の巡礼者が黒いに接吻しようと試みるが、巡礼者の数が多すぎるため不可能である。接吻の代わりに、タワーフの際に黒石を指さすことで良いとされている。アラビア語で、イブラーヒーム、アブラハムのお立ち度を意味するマカームイブラーヒーム。 カーバ聖殿のすぐ隣にある石である。預言者、イブラーヒームの足跡が刻印されているとされ、預言者ムハンマドは礼拝の際、タワーアフのたびにこの石の後ろから、カーバの方に向かって礼拝したとされている。この石に、イブラーヒームの足跡が残った奇跡に関する言い伝えは、複数ある。一説によれば、イブラーヒームがカーバを建て,ているとき、 カーバの壁が高くなったのでこの石の上に立ったところ、彼が壁石を積みやすい高さまで石が伸び、イスマー・イールが壁石を父に手渡すときは、イスマー・イールの手が届く高さにまで縮むという奇跡が起きたという。他の言い伝えによれば、イスマー・イールの妻がイブラーヒームの頭を洗ったときに、あるいはイブラーヒームが人々にメッカへの巡礼をするように呼びかけるため、この石の上に立ったときに、 イブラーヒームの足跡が石に残ったという。サファーとマルワはカーバ聖殿の近くにある二つの丘の名前であるが、21世紀現在はマスジド・ハラームの宗教建築複合の内部に取り込まれている。サファーの丘はカーバから800メートルほど離れた場所に位置し、マルワの丘は同じくカーバから約100メートルの位置にある。 二つの丘の間の距離は約四百五十メートルである。ムスリムの間で信じられている神話的物語体系においては、イブラーヒームの妻、ハガルが、この二つの丘の間を、幼いイスマー・イールのために水を探して、走っていたところ、神、アッラーが、ハガルのために泉を湧き出させた、という。この泉こそが、ザムザムの泉、井戸とされている。 巡礼中のムスリムは、この伝説に習って、サファーとマルワの間を7回、行ったり来たりする。この行きつもどつの歩行儀式を、サインという。ザムザムの井戸は、カーバの東、約20メートルのところに位置する。蒸気神話体系においては、幼いイズマ・イールが乾きを訴えて、ずっと泣いていたところ、出現したものとされる。 長年、巡礼に飲み水を提供しても耐えることがなく、巡礼はこの泉の水を故郷への土産とするのが、通礼である。マスジド・ハラームは、エリトリアにあった、マディーナに今もあるマスジド・クバーと並んで、イスラーム教の歴史の中でである。クルアーン2、127には、イブラーヒームとその息子、イスマー・イールが、家の基礎を建てたとあり、ほとんどのクルアーン注釈者がこれを、 カーバのこととみなしている。アッターはイブラーヒームにザムザムの泉のすぐそばの場所をはっきりと示し、そこにイブラーヒームとイスマーイールはカーバ聖殿を建て始めた。紀元前2130年頃のこととされる。二人が聖殿を建て終わると天使が黒石を持ってきた。伝説によると、これは天国から落ちてきた石であり、アブーク・バイス、アブク・ペースの丘付近にあったとされる。 また、落下直後は、父よりも白かったが、アーダムの子孫、つまり、人間の罪のせいで黒くなったとされる。イブラーヒームが、カーバの東角に黒石を据えると、彼はアンラーからの予言を受け取った。予言の内容は、年老いたイブラーヒームに、今すぐここを出立し、全人類に、カーバへの巡礼を説いて回れという命令だった。630年に、ムスリム共同大軍が、 メッカの部族連合軍を破る。メッカ機関を果たした預言者ムハンマドは、女性のアリーと共に、カーバ聖殿の中やその周りに置かれていた数々の偶像を破壊した。この行為は、ムハンマドに下された刑事によれば、預言者イブラーヒームが故郷で行った行為をそっくり、なずるものであった。このようにして、カーバが多神教徒によって乱用される時代が終わり、 一心京都による支配が再開したとされる。692年に、ウマイヤ朝のアブドゥルマリク、ブンマルワーンがカーバ周辺の整備を命じた。アブドゥルマリクの改修以前の状態は、カーバを中心にした外壁が築かれ、その内側の比較的小規模な屋外空間全体がモスクであった。また、カーバの天井には装飾が付け加えられていた。その後八世紀末までに、 ワリード一世の命による改修で、古い木製の柱が大遺跡になり、礼拝室が左右に広がった。また、ミナレットが付設された。1570年に、オスマン町のスルタンセリム二世が、建築家水難を指名して、マスジド・ハラームの改修に当たらせた。この時の改修により、平らな屋根がアラビア文字によるカリグラフィーで創された複数のドームに、変わり、新しく、 支柱も設置された。この改修後の建築の一部は2018年現在でも残っている。1621年から1629年の間、豪雨と洪水が繰り返し発生し、カーバの壁とマスジド・ハラームが大きく損傷した。スルタン村と4世代の1629年にマスジド・ハラームの修復が行われた。この時の修復で、 新たな中列論が建てられ、ミナレットが3基増えた、合計7つになった。床の大理石タオルも敷き直された。マスジドハラームはこの状態のまま、300年間維持される。サウード庁における最初の大改修は、1955年から1973年までの間に行われた。この時の改修で、ミナレットがさらに4基増設され、屋根も吹き替えられた。 床も人工石と大理石で新しくされ、サファーとマルワの間のマスアーローが屋根付きの通路によってマスジド・ハラームに接続し、施設の一部になった。この時の改修でオスマン町時代の建築の多く、特に支柱が破壊された。1979年11月20日、サウード町の打倒を叫ぶ過激派による選挙事件がマスジド・ハラームで発生した。 過激派は人質を取り、鎮圧の際には数百人の死者が出た。暴力が固く禁じられているモスクの中で起きた事件に、イスラーム世界は衝撃を受けた。アルイコールハラムモスク選挙事件参照。1982年から1988年の間に、ファハドビン・アブドゥル・アジーズ・アル・サウードの下で行われた二度目の改修事業においては、 礼拝大広間用の建物が一つ増え、さらに屋外の礼拝スペースも拡大した。1988年から2005年までの拡張工事は、サウード町における3回目の改修である。ミナレットがさらに増設され、サウード家の人物が住む高層ビルがマスジドハラームを見渡せる位置に建てられ、礼拝者用のエリアもさらに広がった。アラファさん、ミナー。 ムズダリ派の礼拝者受け入れ施設の拡充も同時に行われた。3回目の改修でマスジド・ハラームは3つのドームを有する門を18以上、500本近い大理石の柱を有することになった。その他、床暖房、エアーコンディショニング、エスカレーター、下水道施設を備えるようになった。アブドゥラビン・アブドゥル・アジーズ・アール・サウドは2007年から マスジド・ハラームの拡張プロジェクトを開始した。サウードはサシタにおける4回目の回収にあたり、2020年まで続くプロジェクトになる。計画では200万人の巡礼者に対応できるキャパシティを備えるものとされた。2016年の試算では、総工費は1000億ドルに上る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。